い、どうもラメです。はい、3月の27、8だっけに、あのね、ラブライブで、ミューズのね、サウンド、違う、ソロライブコレクションボリューム3が発売されましてね、おめでとうございます。僕予約してたんで、お店に取りに行ってきました。はい、これでございます。9人分のね、入っております。ミューズね、うん。はい、メモリアルボックス。裏はこんな感じで、全285曲。すごい。特製ブックレット52ページ、全27枚組、豪華デジパック仕様。ミュージックスタートか以降の全シングルを楽曲各メンバーのソロバージョンで収録。これね、撮り直したわけじゃないらしいですね。当時のままのやつをやってるんですね。で、気づけばね、今日、今ね、3月31日なんですけど、ちょうど2年前ですね。ミューズがね、東京ドームでファイナルライブをやったのがちょうど2年前ということで、もう2年も経つんですね。いやー、早い。早かった、2年ね。というまで、僕は現地で行けなかったんですけど、映画館でライブビューイングで見てました、初日は。で、2日目のやつは映画館で上映のやつ見たんですけど、いや、本当にね、6年間という、集大成のライブでしたね。ということで、これ、ね、結構ずっしりしてるんですよ。まだ開けてないんですけど。でね、これ、特典であのスクフェスの ACR、スクフェス ACR じゃないですか、ゲームセンターのやつ。あれのね、オリジナル衣装の CR コードがね、9人分獲得できるものがここに入ってるんですね。多分このメモリアルボックス買えば9人分揃うんですけど、ソロのやつ1個ずつ買えば、多分そのメンバーのやつ入ってると思うんで、ちょっとボリューミーですね。どういうだけだろう。YouTuber にも、ね、視聴動画が上がってたんですけども、それ聞いてもう涙がボロ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 。ね、ラブライブはミューズから始まりましたからね。はい。光っております。ちょっとブックレット見てみようか。あ、よし。はい。これですね。メモリアルボックス3。こんな風にね、ほら歌詞が書いてあります。こんな風に、これあれだもんね、映画の歌もソロで入ってるってことでしょ。エンジェリックエンジェルとか僕たちは一つの光とかさ、サリネソングとかさ、ソロで歌ってるんでしょ。すごいね。あ、ちゃんとミュージックスタート発売以降の CD のいつ発売とかも書いてありますね。おー、すげー、こんな風に入ってんだ。はい、これほのかですね。これ多分書き下ろしですよね。すごい。あ、本当だ、シリアルも入ってる。ほのかサインも入ってて、ここにプロフィールも書いてるんですけど、 CD が3枚組になってますね。すごい。いや、豪華ですね、これは。すごいすごい。はい、これはエリですね。こんな感じ。こちらが小鳥ですね。小鳥ちゃん、これね。これが海ちゃんですね。お、なんかね、廊下の窓辺で佇んでますね。これ海ちゃんですね。なんですね。校庭でホース持って遊んでますね。まあ彼女らしいですね。はい、これマキちゃんですね。まあピアノ作曲してますからね、マキちゃんは。はい、これのぞみですね。これ屋上かな。タロットカードちゃんと持ってます、のぞみ。これ花代ちゃんですね。これ多分アルパカがいたところかな、見てるとと思います。これね。はい、最後ニコちゃんですね。まあ部長ですから、一番スクールアイドル愛してますもんね、ニコが。はい、すごいね、これこんなにあるんだね。やば。ここなんかね、結構もう売り切れらしくて、次回入荷が未定とかになってたんで、やっぱ予約しといてよかったですね、俺は。ちょっとね、早速 CD 取り込みたいで聞きたいと思います。いや、本当にね、こういう形でまたミューズの歌が聴けるっていうのは嬉しいですね。今はね、アクアもが、ね、活動、ね、ライブとかもあるんですけど、いつかは一緒にライブとかしてるの見たいですね。ファンとしては、そう、コラボが見たいと。結構ね、コラボ見れてますもんね。ミューズの声優さんとアクアの声優さんが一緒になんか番組出たりとかっていうのは あったんで、そういうのをね、もっと増やしてみたいなとは思います、個人的には。
お願いしますということで、ラブライブのね、ミューズのこちらソロライブコレクションボリュームメモリアルボックス3を、買いました。本当に売り切れ続出なんでね、もし入荷が分かった時点であったらすぐ買った方がいいとは思います。後でね聞いていきたいと思います。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ